近いです。よしみです。今回は、鶏肉ですね。鶏肉を使った、塩焼き、ソテーをやっていきたいと思います。こちらも昼の入れ方とか時間とかでしっかり柔らかく、仕上がるので、ぜひ試してみてください。で、最近ではよく低温調理器とかも、家庭でも使えるやつ結構出回ってるので、そちらで、大量に仕込む時とかはもうそちらでやるともうほったらかしでもう柔らかく仕上がるので、もうあれは便利ですね。よく使ってるんですけども、今回は、フライパンでさっと焼いて、そうですね、皮目5分くらい焼いて、ひっくり返してだいたい3分くらいで仕上がるので、あとは今回は、仕上げにタルタルですね。即席なんですけども、もう本当に玉ねぎとかみじん切り結構めんどくさい時はもう入れないでっていう感じでやってるんで、簡単に、美味しいタルタルも仕上がるので、ぜひ試してみてください。はい、ではもしよかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。では早速、鶏の、塩焼きソテーですね、やっていきたいと思います。よろしくっす。はい、そしたらですね、ちょっと簡単なタルタルソースをちょっと作っていきたいと思います。まずこちらゆで卵ですね。で、あとこちららっきょうですね。らっきょうの甘酢漬けと、ピクルスですね。あとマヨネーズと大葉、こちらだけでちょっと即席でちょっと作っていきたいと思います。卵は皮をむいてボウルに入れていきます。はい、皮をむいてそのままでいいのでとりあえずボウル入れていきます。はい、ピクルスを切っていきます。ですね、今回は、そんなに細かくしないでちょっと食感を残した感じに切っていきます。はい、こんな感じで粗みじんにした後ちょっとだけ包丁で叩いていきます。はい、こんな感じに切ったら先ほどの卵に入れていきます。はい、らっきょうの甘酢漬けもちょっと粗みじんにしていきます。じゃあ青じそ、大葉ですね、こちらも細かく切っていきます。はい、こちらを入れていきます。こちらに、卵と、ピクルスとラッキョと大葉が入ってます。で、こちらに、ちょっとですね塩コショウを入れていきます。はい、そしたらここにその後にマヨネーズ入れていきます。こちらマヨネーズ入れましたら、あとそうですね、手袋をかけて、手で卵を、こう握りつぶすようにして、ちょっと混ぜていきます。包丁で切ってもいいんですけども、ちょっと今回はこう食べ応えあるようにちょっと粗くするので、ちょっと手で軽く潰した感じで混ぜ合わせます。今回はピクルスと、ラッキョと大葉だけだったんですけども、通常通りここに例えばパセリをみじん切りしたり、玉ねぎですね、玉ねぎの、みじん切りをこう塩で揉んだやつを入れても、すごい美味しいです。今回は入れないでやってます。はい、最後に、からしですね、練りからしを少し入れて、混ぜ合わせます。はい、こちらで即席のタルタルですね、完成になります。はい、そしたら鶏ですね、今回はちょっと鶏ももを使っていきます。ですね、この厚さが違うところだけ平均してちょっと包丁を切り目入れて、均等に火入るようにすれば問題ないです。例えば筋切りとかのやつがあればこちらで全体的に、切り目つけとくと、結構柔らかく仕上がります。はい、今回はこんな感じでやっていきます。両面ですね、塩コショウを全体的にしていきます。ではちょっとまぶしていきます。身の方と、皮の方もですね両方しておきます。そしたらこちらをフライパンで焼いていきます。そしたら、鍋に油ですね、油をちょっと入れていきます。
今回はオリーブ油入れてます。で先に、鶏肉を入れちゃいます。皮目をちょっとパリッとさせたいので、今回は上にちょっと重しを引いて、焼いていきます。上にアルミホイルを落として、まあ、全体的に重しがかかる、例えば鍋とかがあれば鍋にちょっと水を張って、重しをかけて焼いていきます。まあ、全体的に皮目が平均的に焼けるようにします。もし上にこういう風に乗せるやつがない場合は、通常よりヘラとかフライ返しですね、フライ返しでこう押しながら平均的に焼けるようにしてください。準備ができたら火にかけていきます。だいたい中火より強めの火加減で、はい、まず5分くらいタイマーかけて様子見ます。そしたらこちらで、そうですね、また、火加減をちょっと弱めにして、3分くらいちょっと焼いていきます。はい、はい、こちらで完成になります。皮目がパリパリしているので、皮を下にして切った方が綺麗に切れやすいです。最後にタルタルをかけてきます。はい、こちらで完成になります。はい、実食です。いただきます。ではこちらの鶏いただきます。ではこちらの鶏ですね、いただきます。柔らかく仕上がってます。美味しいです。このタルタルも即席ですけど、美味しく仕上がってます。すごい合いますね。今回鶏の皮も平均的にやっぱパリパリって焼けてるんですけど、まあ、多少どうしても時間経つとしんなりしちゃいますけども、やっぱ焼きたてはパリパリして美味しいです。全体的に平均的に焼けてるんで、もう柔らかく美味しく仕上がってるので、これご飯進みますね。お酒のお供やご飯のおかずに最適です。いただきます。よかったらチャンネル登録、よろしくお願いします。